はい、どうもこんにちは。前回ですね、こちらのような波形を出してですね、まあこのトリガーソースっていうのをこう切り替えてですね、まあ1と2を切り替えるとこう見える波形が全然変わってしまうっていうのをですね、ご紹介しました。で、まあこれトリガーっていうのは、まあ今のこの設定の状態ですと、このつまみで決めた電圧より低いところより高いところに上がるときに、それが真ん中この三角形がある位置に来るというのをご説明しました。じゃあまあこれでですね、これトリガーのソースを切り替えて、これ今2チャンネル側のこっち側の進行にこうトリガーをかけると、なぜこういうふうになってしまうのかっていうのを今日はご説明したいと思います。で、まずですね、今これ入れている信号は1チャンネルが 1kHz の制限波で、2チャンネルが 2kHz の方形波です。で、これね、考えてみたら、こういうことするよりもこのね、1チャンネルと2チャンネルを、まあ1チャンネルにトリガーかけたままの状態でひっくり返しちゃったらよかったなと後からちょっと思いました。で、今これ1チャンネルと2チャンネルの信号を切り替えてみます。はい、となるとよいしょ、ちょっと今吹いちゃいましたね。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ同じようなことになります。はい、で、まあこれね、なんで起こるのかっていうのを考えていくわけですが、はい、で戻しました。これまず考えてほしいのは、これ今 1kHz と 2kHz、 1と2っていう時に、このどこがこのトリガーに相当する点になるかってことなんですね。まあ、これが1チャンネルかけると、まあこことこことここっていうようなところにかかりますが、2チャンネルのかけるとこの立ち上がりの点っていうのがこうもっと増えるんですね。で、まあちょっとこれホワイトボードで説明しますと、この上の 1kHz のサイン波、これがトリガーがかかる点がここ、あとここ、ここですね。で、下でいきますと、黒丸にしましょう。1、2、まあ実際ここですね、3、4、5、ここですね。はい、こういうふうにですね、この上にはないところでもトリガーがかかるようになります。で、まあこれがどこに相当するかっていうと、上の波形でいうとこの立ち下がりの部分ですね。はい、この×の部分でもトリガーがかかるようになります。ってことはですね、これ2つの波形が同時にちゃんと取れてるとすると、ここにトリガーをかけるっていうことは、ここにもトリガーがかかる可能性があるということで、このトリガーにかかった時の波形がここに来る可能性があるということなんですね。なんでこの×の点から始まるような波形がここに書くってことが起こります。はい、ですので、まあ、先ほどのようなですね、こういう広がった波形が書かれるということになります。で、これですね、よく考えてみてほしいんですが、まずですね、導体の中の1点の電圧を測っていて、同じ時刻で違う電圧を取るっていうことは基本的にありません。このなんかこうプローブとか当てた、まあここを測るって言った時に、ここの電圧が例えばマイナス1ボルトとプラス1ボルトっていうのが同時に存在するっていうことは基本的にないんですね。じゃあこれがこういうふうに見えるっていうのはどういうことかっていうと、まあオシロスコープの波形が重なって見えてるからなんですね。あくまでも
こういう波形とこういう2つの波形が別々に時間を置いて同じ場所に表示しているから、こういう2点あるようにあたかも見えてしまうということです。で、まあ今までもこう言ってきましたが、こうオシロスコープに戻った時に、これ今200マイクロセックの1ディビジョンなので、ここからここまで10点で2ミリセック1000分の2秒ですね。1000分の2秒に対してこの横軸だけが時間というわけじゃなくって、この重ね書きされた状態が、まあ奥行き方向といいますか、その重ね書きっていう時間軸が別に存在しているという感じになります。でもこれ先ほどの設定に戻しまして、2チャンネルにかけた状態にしますと、まあ、こういうふうに見えますが、これはあくまでもこういう2つの波形が重なって見えているから、こういう波形と下向きにこう変わる、こういう形に見えると、まあ、試しにですね、シングルソーインっていうのをこうやってみると1回だけの波形になりますので、本当にそうかということを確かめることができます。はい、そうですね、まあ、これ必ずしも 50% の確率で起こるわけではなくて、まあ、50% ぐらいになるとは思うんですけれど、交互に出てくるっていうわけではないです。まあ、こんな感じでですね、こう2つの形の波形が見える状態だよっていうのが、こうシングルでやってみると分かります。はい、でもう一つはですね、これがもっとゆっくりした時間軸ならば、ですね、こう時間を変えていくと変わるんじゃないかっていう想像もつくわけですね。はい、でまあ時間軸長くすると大体こうあまり重なって見えないっていうのか、まあ実際ここからここまで行って次に書かれるまでに時間が経ってしまうので、あんまりそういう重なっているように見えないと、まあこうなんか横方向にこうぶれてるように見えるっていうことが起こります。はい、でまあこういうふうに形で見えているのが悪いことかっていうと、決してそういうわけではないんですね。これが今変な波形だと思うのは、あくまでも自分の頭にある波形のイメージと違うものが表示されたから変だなって思うんですね。はい、ちょっとですね、別の波形を見てみましょう。これ今ね、何の波形かって言って多分分かる人はですね、すぐ分かっちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあそういうこの波形を見た時にイメージできるっていうのがやっぱりですね、オシロスコープが使いこなせてるっていう状態だと思います。でこれどんな波形かなっていうことで、先ほどと同じようにとりあえずシングルっていうのを押してみます。そうすると、まあなんか振幅がこうなんか変わっていっているように見えますね。じゃあ時間軸をちょっと伸ばしてみたらどうかということで、こう時間軸伸ばしてみますと、こうやっぱり振幅がこう変わっている、いわゆる AM 変調かかった波形っていうのが分かります。でまあこういう場合はまあこの上の方に例えばかけるとかですね、すればだいたい止めることもできます。はい、ちょっとギリギリぐらいですね。はい、こんな感じで波形を止めてみることもできます。なのでまあこう重なった波形が見えてるぞって言った時に、じゃあそれがどういう症状なのかっていうのが想像できるようになるっていうのがやっぱり重要ですね。でまあこれも今これだけを見るとなんかノイズっぽい波形だとか思っちゃうかもしれません。はい、ですがまあ先ほど見せたような
M 変調ということですね。これがあのいかに分かるかっていうことで、この横軸方向の時間とこの重なる時間っていうのをこう頭に入れていけば波形の意味が読み解けるようになっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今日はですね、この波形がこう重なって見えるっていう現象についてちょっと説明しました。まあ、この本当に横軸方向だけのことに気を取られてしまうと、まあ木を見て森を見ずみたいな感じになってしまいますので、皆さんもですね、今起こっている現象がどうなのかっていうのをちょっと頭に思い浮かべながらお城を使っていっていただければなと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。